タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は仮面ライダーアマゾンズザムービー最後の審判について語っていきますが、あらすじには触れないネタバレなしの感想動画となっております。15日にですね、完成披露試写会舞台挨拶に行ってきたんですが、本当に楽しかったです。アマゾンアルファ高山仁役の谷口正史さんですが、上にロングシャツを羽織っていたものの、前開きの状態で野性味あふれるワイルドな乳首を見せたいでたちで登場したのは驚きましたね。あと、ご本人乳首を見せることで伝説を作ると言っていました。面白いですよね。そしてアマゾンメガのね、水沢遥役のね、藤田トムさんがね、ツッコミに回っていてね、まるで漫才を見ているかのようでしたね。はい、まず映像を流さずにですね、4DX のね、アトラクション部分だけの、体験をね、キャストの人たちとね、一緒に体験する時間があったんですが、はい、水しぶきがかかった時にね、谷口正史さんがね、裸裸と言った時はね、場内爆笑でしたね。でキャストの、ね、方たちがね、見どころを言っていた時に思ったんですが、本気でこの作品を成功させたいという思いが伝わってきました。僕はね、4DX 初体験だったんですが、この技術力の高さに驚きましたね。しぶきの迫力もすごいんですけど、銃撃シーンでね、銃を撃たれた時も、まるで自分が撃たれたような感じになるんで、とてもね、リアリティの伝わる衝撃が伝わってきて興奮しました。はい。そして映画自体に少し触れますが、シーズン2まで視聴済みの方はね、問題なく楽しめると思いますよ。シーズン2を見れるだけのホラー体制があれば、今回の映画見れると思います。で決してね、万人受けする内容ではないんですがね、シーズン1、2も共通して言えることなんですが、没入感が半端なくて、作品の中にね、入り込んでしまうんですよね。その感覚がね、ほんとね、すごくね、この映画でもね、出てます。没入感が半端ないです、この作品。そしてね、ただただね、暗くね、悲しいだけの話ではなくてね、見た人それぞれが審判を下す、そんな作品ではないかなと思ってます。はい、今回は仮面ライダーアマゾンズザ・ムービー最後の審判についてのネタバレなしの、感想動画でした。はい、チャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。では、グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。